桜井誠ニュース。一つ目、岸田首相。防衛費増税は未来の世代に対する私たち世代の責任だ。国民の皆さんに一定のご負担をお願いせざるを得ない。二つ目、日本で今年の一皿に選ばれたグルメに海外びっくり仰天。三つ目、新しい学校名を募集します。わずか一件だけの校名に決定。住民ら再考を求め、住民直接請求。岸田首相、防衛費増税は未来の世代に対する私たちの世代の責任だ。国民の皆さんに一定のご負担をお願いせざるを得ない。と、緊急記者会見で、防衛費増額の財源の一部として増税を検討していることについて述べたそうです。気違いです。先ほどから言ってる通りね、防衛費を増大させることに関しては桜井も賛成します。ただね、その前にやることがまずあるでしょっていうですね、自衛隊を国家の軍としてね、扱わなきゃいけないんです。だから軍隊に戻さなきゃいけないんですよね。今のね、自衛隊ではですね、どんなに増額して、どんなにね、新しい武器を揃えて、で、なんか、またね、こう、自衛隊で、なんだったかな、高速滑空弾部隊とかいうのがね、まあ、多分これ、ミサイル部隊でしょうけどもね、滑空弾を使って、で、攻撃するというミサイル部隊が出てるとかいう話ですけども、使わなきゃ意味ないんです。もうね、日本が張り子の虎であることは世界各国が知ってるわけですね。北朝鮮がなんぼミサイル撃ってももう遺憾砲さえ撃たない。それどころかあんた EEZ 内、排他的経済水域内に北朝鮮が大陸間弾道弾ぶち込んだのに、それに対してですね、日本側は何の反応も示さなかったんですね。それはもう無理でしょうに。この国でね、この国であんた何かをすると言ってももう無理なんですよ。PAC-3 なんていうね、この高い買い物をアメリカからして配備して、さあ撃つかと思ったらただ黙って見てるだけ。いやね、このね、グッドモーニングジャパン、現職自衛官も聞いてるみたいですからね、ちょっと一言言いたいんですけどね、あんたたちそれで満足なの？本当にね、日本のためにただ黙って見ててね、でそんなことをやらせてるのがあんたたち防衛大臣でしょうに、内閣総理大臣でしょうに。君たちは確かにね、文民統制のもとにですね、内閣総理大臣の指揮下にあるということは事実です。しかしそのために国民が犠牲になっても構わないって言うんかいっていう話ですよね。やるだけやって国民が犠牲になるのは仕方がないけれども、でもやることさえやらないでね、何もしないで国民が犠牲になるのをただ黙って見てるだけなのかい。自分たちが何をすべきかっていうことを考えてほしいと思います。いやね、本当にね、本土に落ちてもすぐ対応しないですよね。まあこうやってね、怒れるうちはね、怒りますけれども、もうだん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 ね、こう、なんていうの、怒る人がいなくなってるわけですね。自衛隊だってね、もうただひたすら慢性やってりゃね、保守だと考えてるバカもいるわけですよね。いやね、本当にね、ドイツもこいつもです。ドイツもこいつもね、こんな感じになってしまってね、もうね、ため息しか出ないけれどもね、ただね、一言だけね、あんたたちが自衛官としてね、そこにいるのは国民の命守るためでしょ。そしてその国民の命を脅かす外敵ではなくですね、内敵もいるわけですね。
我々が選んだはずの政府が国民をね、今の増税の話もそうですけれども、国民を苦しめてる。じゃあどうすべきなんだっていうことですよね。はい、ということで続いてのニュースを見ていこうと思います。ちょっとね、毛色がガラッと変わりますけれども、日本で今年の一皿に選ばれたグルメ、なんかね、これ発表してるらしいんですね、毎年。毎年発表されている、まあ、日本を代表する今年の一皿ということで、1年に1回発表されてるそうですけれども、今年のですね、一皿が、冷凍グルメが選ばれて、海外で話題になっているということらしいんですね。ということでね、今の日本を象徴するですね、今年の一皿が冷凍食品で、その冷凍食品が、あんた、海外で話題になっているということなんですね。日本がこんなものを選んだのかっていうのでですね。でもね、今のね、こう、なんていうの、冷凍技術ですよね。冷凍技術ってやっぱり違うんですね。もう、うちのね、冷凍庫ももうぎっしりこう、冷凍食品が入ってるんですけどもね、本当にね、こう、ハンバーグとかね、まあ、一昔前の冷凍食品が頭にあるんでね、で、電子レンジでレンチンするでしょ。レンチンして、で、食べようとすると、こう、外はほかほかなんですけど、中が凍ってたりとかね、そんなの当たり前だったんですよね。それがもう今、本当に出来たてみたいな形でね、出てくるということでね。いや、たこ焼きはね、やっぱり、出来たてがいいですよね。まあ、大阪でね、食べたたこ焼きです。まあ、花たこのたこ焼きなんですけどもね、まあ、本当にね、こう、とろーっとして美味しかったですよ。もう皆さんもね、こう、食べたらいいですね。でも、築地、あの、なんで、築地のあの銀だこ？銀だこはね、あれは、まあね、関西の人から言わせると、たこ焼きじゃないそうですのでね。別物だと思って食べたら、それは美味しいとは言ってましたけれどもね。でもあれはたこ焼きじゃないとはっきり言ってましたけれどもね。まあそうなんですね。冷凍食品ね、今もうバカにできなくなってる。ただね、この、なんて言うんでしょうかね。この、なんていうの、冷凍食品が選ばれたっていうことが、一つにはね、こう、なんて言うんでしょうかね。日本の経済の落ち込みを表してるのかなというですね。だから、まあ冷凍食品が美味しいっていうことは確かだけれども、本当にその、なんていうの、プロが作ったね、こう出来たての料理というものが評価されないで、こういう冷凍食品が評価される、本当に日本っていうのが、こうどん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 落ちぶれてきているんだなということでしょうかね。はい。ということで、今日最後のニュースを見ていきたいと思います。まあ、こちらもちょっと毛色が違いますね。新しい学校名を募集、わずか1件だけということで、まあ、この学校のですね、校名に、決定住民らが再考を求めて、住民直接請求を行っているということです。で、まあ、難しい漢字らしいんですけれどもね。で、ちょうどね、そのね、掲示板のところに、じゃあお前らこれ読めるかっていうのでね、書いてあるんですね。なんて書いてるかというと、ちょっとね、これ自分で書けるかな。あ、ちょっと書きますね。この字です。あら。はい、今ですね、書きました。この字、読める人いますか？この字がですね、今書いた字が、読める人ですね。私ね、これね、初めて見たときね、新発電って読んだんですね。新発電って何だろうと思ってですね。いや、これ何なんだろうと思ったら、これがですね、新潟ですね、まあ、我が心のふるさと新潟ですけれどもね、
もう心のふるさとがいっぱいあるんですけれどもね。これね、柴田って読むんですね。で、なんで柴田ってね、桜井が知ってるかって言ったら、終の住処探すのにね、柴田っていうところでいい物件があったんでね、まあ、ちょっとこう探してたんですけれどもね、まあこういうね、難しい字もあるんですけれども、これ、このですね、新しい学校名ですね、新しい学校名、これ岡山県だそうで、鳥取県かな、あ、鳥取県ですね、倉吉市ですね。鳥取県の倉吉市の2つの小学校が統合してできる新しいね、そのですね、学校名が、市政小学校だそうです。至る。だから、誠に至ると書いて、市政と読むんですけどね、市政小学校。で、これに住民が反対している。まあ、多分ね、これ書いてなかったんですけども、市政会議じゃないかなと。いやだから山口組の、二次団体のね、直参だったっけ、あれ、市政会議っていうですね、右翼団体がね、愛知県にあるんですね。で、その愛知県のこの任侠団体なんですけどね、ここはさすがにね、山口組がバックですからね、潰れないんですけれどもね。まあ、ただね、こうただそう、その姿勢ですね。市政会議と間違えられ、それでよくこんな字をこう、なんて言うんでしょうかね、使おうと思ったなというですね。まあ、そのね、掲示板の流れで、難しい漢字だったら、じゃあこれ読めるかっていうね、柴田が出てきたんですね。新潟県ですよ。いやね、なかなかね、良さそうだったんですけどね、新潟のね、皆さんに聞いたら、いや、柴田はとんでもなくこう雪が降るよって言われてですね、しょうがなくて諦めたんですけれどもね。まあ、ということでね、全国各地、いろんなニュースが溢れております。